はい、皆さんおはようございます、もう一回ねちょっとやってみようかなと思いますが、ちょっとこの調子がね悪いんですよ。多分電池が弱くなってきたのかなと思っています。音が出たり出なかったりするんですよね。まあどうせ誰も聞いてないからいいんだけど、まあ家に帰ったら電池を交換してみようかなと。自己宴会です。先週はちょっと用事があって葵町の方で、街頭演説を、ね、してみました。今日はまた2時ぐらいに葵町の方で、動画を撮ろうかなと思っています。まあ、今週1週間は、一応午前中時間が取れますのでね、まあ、頑張って、いつものところでやってみようかなと思います。まあ、前は1個左側の交差点でやっていたのでね、もうちょっと早く来ることができれば、2箇所でやろうかなと思っています。まあ、2019年に、選挙で落選して、でソーシャルメディアをねやっと始めることができて、まあ、動画の編集はまだできませんが、まあ、カットして短くして、まあ、ドル円はかなり上がっていますから、まあ、ドル円が上がるということは円安なんですよね。2014年の11月ぐらいの水準までドル円が高くなっているので、まあ、かなり高いかなと思います。まあ、円安ということは国力が良くなっていることですから、あまりいいことではないかなとは思います。まあ、いろいろコロナショックとか、ロシアの戦争もあって、不安定な、ね、時代ではありますが、まあ、それでもアメリカの方がその下げ率が少ないような、ね、気がしています。まあ、かなりその経済力は、差が開いているなというのが実感ですが、まあ、アメリカの方が、世界的なグローバル企業が、ね、たくさんありますので、まあ、ここら辺が大きな違いなのかなと思います。まあ、一応日本の場合はトヨタが、ね、かなり大きい会社ですが、ただそれ以外 の, そのグローバル企業が、ね、誕生していないんですよねとは思います。まあ、時代がこう変化すれば教育も産業も改革していかないといけませんし、まあ、ただ政治に関しては全くの素人ですので、まあ、地方の議員がねどういったことができるのか分かりませんが、まあ、それでも自分の頭で考えて条例案をこう提案をねしていきたいなと思っています。水道関係とか、まあ、なので、本当に、公務員の、待遇とかちゃんと子どもたちにもね伝えていくべきかなと思います。まあ、そういったところをね、日本の仕組みをちゃんと理解した上で仕事をね見つけてほしいなとは思います。まあ、今週1週間はおそらく、午前中時間取れると思いますので、まあ、頑張って、連雀町とか、まあ、隣の、交差点でね動画を撮っていこうかなとは思います。で、来週はまた午前中時間が取れなくなってしまいますから、まあ、1週間ごとに、連雀町とあと葵町の方で、交互にねこう動画を撮って、まあ、毎朝遅刻100人ぐらい公務員してますし、まあ、歩きスマホしてる公務員もほとんどですから、まあ、そいつらもちゃんと処罰できるようにね、政治家がちゃんと、条例案をこう作っていくべきかなと思います。まあ、見た感じ地方議員と地方公務員仲良すぎる気がしますね。まあ、距離が近すぎるのも問題だと思いますので、まあ、ただ公務員はね嘘つく生き物ですから、あんまり信用するしすぎると痛い目に遭うんじゃないのかなとは思います。どうなのかな、まあ、難しいですけどね。まあ、でも頑張ってきますよ。さあ、今日は、まあ、半ぐらいになったら帰ろうかなと。まあ、教員さん試験のパソコンじゃなくてネットスマホでこうポチポチやるやり方がよくわからないので、一応自分でアドレスを入力して、でそこの自分のアドレスに多分フォーマットが来るはずなんですよ。それがまだ来てないので、まあ、家に帰ったとりあえずちょっと電話して問い合わせしてみようかなと思っていますが、今何時何分、まだ12分ですね。まだね、
ちょっと動画というかスピーチはできると思いますが、ただなんか声がもう出たり出なかったりしていきますということで、お疲れ様でした。オーライガイ、サンキューフォーウォッチ、サンキューフォーウォッチング、スマッシュライクボトムス&サスクライブ、ステイチューン、シーユーツモロー、やら、ヨロ、バイ、じゃあね。